前山た武氏は、日本の実業家。1964年9月、静岡市生まれ。1993年、札幌市にて、五福展示販売会社を起業した後、飲食店、結婚相談所、ビルメンテナンス、モデルエージェンシー、不動産業、エステサロン、アフリカのリサーチ会社など、異業種16業種、18社の株式会社を設立し、 経営指導に従事してきた。2000年、拠点を東京に移し、札幌、仙台、千葉、大阪、名古屋、福岡などで事業を展開している。多角的な経営をしている。関連する企業、団体、プロジェクトは、下の通り、上記企業の一部も含めて、先山が経営する。企業群は、IMS グループと名乗っていた。これも東京都を拠点とする。 医療法人グループ、イムスグループと類似しているが、全く別の企業体である。先山は口実の脱税、詐欺などの事件を起こしているが、経営者としての手腕は、上記の事業の規模や多様性からも、一定以上であったと評価できる。1998年のクリスマスに、社員たちと札幌市の児童養護施設を訪問し、以後毎年の恒例行事として、施設を慰問。 2007年9月特定非営利活動法人、諦めないを設立。代表理事となる。2007年、武田久安康氏とともに、武田研究会を設立。武田が代表、崎山が幹事長を務める。武田研究会の東京事務局は、崎山が経営する株式会社、a t ブラザーズの中にあった。また、崎山は、 一般財団法人竹田研究財団の常任理事でもあり、竹田は前田の運営する NPO 法人諦めないの名誉会長を旧皇族と肩書きを詐称して務めていた。2016年9月27日、雇用調整助成金詐取の疑いで東京地方検察庁特別捜査部が先山を逮捕。10月17日には同容疑で起訴。容疑の主格は、 日本スマートハウジングだが、この実質的経営者が先山であると判断されたため、その後、2016年10月18日にも、東京地検が先山を再逮捕。11月17日同容疑でも起訴。容疑は、法人税の脱税であり、約4億円の所得を隠し、約1億1900万円を脱税したとされる。2017年1月25日に、 東京地裁にて開かれた初公判においては、崎山は、起訴内容を全面的に認めており、同年6月14日に、地裁にて、懲役2年8ヶ月の実刑判決を言い渡された。また、法人税法違反の罪に問われた、日本スマートハウジングは、罰金2800万円を命じられた。即日構造。同年12月6日の控訴審では、不正に受給した。 助成金の被害金相当額及びこれに対する延滞金を返納し、法人税法違反についても、各事業年度の修正申告をして、重加算税、延滞税を含めて納税したことで地裁の判決が破棄され、改めて懲役2年の実刑判決、日本スマートハウジングは、罰金2500万円を命じられた。ありがとうございます。